って書いてある。はい、6万8300、71600なので、もう嘘でしょ、あと2300点。嘘でしょ。あれこれあれだな、しかも河野がちょっと目が出てきたな、今の12000。あ、そうですね、河野は2着であれば21700点、21600点。本当だ、さっきよりだいぶハードル下がったね。はい、単純にここで8000点上がると最後1000点でいいみたいな。おお。さあ全員に何かの可能性が、何かの、はい、でもちょっとだけ小川苦しくなったな、はい、これはちょっとでもだいぶですね、はい、でまず中川まくんないことには絶対中の上に立てないわけで、はい、100万球が必要になっちゃったもんな。そうじゃなかったらもう5位とか4位は絶対ありえないんで。うーん、あらーこいつはもうだいぶ、いやもう中川すごいですね、すごすぎる。だから中川どんだけ展望を持って終われるかっていう勝負になっちゃいましたね。でもあれ関数層リーチいったのがすごいんじゃないですか。そうだね、確かにね、生点だったら河野さん普通に9番スって打ってね、うん、そうだね、リーチ打ったことによって数層まあ当たられたわけですもんね。リーチしたがために出たと。そう、うん、すごいですね、マージャンって面白いですね、本当に。本当だね、そうですね、基本的に河野さんあのモロ引っ掛け好きなんで、はい、あの中筋のモロ引っ掛けになってたんで、はい、やる人って切るじゃないですか。そうなんだ、うん、やる人ってなんかそれよく言いますよね。そう、やる人の方を警戒するんじゃないの。やる人ってその出やすいと思ってるから、通りやすいと思ってる、そういうことは、それも通りやすかったと。そういうことなんだ、うん、よくやるからやっぱよくあるなって思わないんだ。へえ、そっかそっか。さあ、はいいシャンテンに取りました。サドラウーピンです。中川がこちらの手配、もう中川あとちょっとなので、もうこれチュンも出たら1枚目からいきますか。中川はいやよくわからん、なんかドライチャージしもったいない気もする。あーなるほど、まだリーチまで行きたい気がする。これな、もう一手進んだらもう泣きたくないもんな。うーん、リーチが打てそうと。なんかな、これ泣いても結局両冠両面とかになるんだよね。だったらちょっとな、ワンもう一個もいて、マンズが立てったりしたら今度ポンで、あ、ここリーチだわ。もうリーチ、そうだね、これもうポンしない形にしましたか。そうですね、やっぱその方がいいと思う。いやもうこれはね、もうリーチリーチでもうね、そう、うん、そうなの、力強くいく方がなんかいいと思いますよ、うん、だってこの親リーチに立ち向かえる人います。いや、そういうことです。あのね、もういなくなったんだよね、はい、ほぼほぼ、うん、まあ谷さんが開き直っていくかもしれないけど、ね、そう。ということは今の1万2000小川から上がれたのが大きかったと。いや、めちゃでかい、うん、めちゃでかい。で小川は多分もうこっから結構現実的にまくるの厳しいんで、はい、6位になっておいて、しかもちょっとね、今2着取って6位になっておいて2人崩れてくれるって5位に入るみたいなぐらいしかもう目がないんじゃないかなってい う, そうです、ね、中川ポンテンリャンメン取れる形でしたがチュンスルーしました。いや、そうです、そうなっちゃいます。こういうこれですよね、うん、1枚目からはちょっとね、もういいですよ日給はね。うん、1回捨ててもいいでしょう。1回なんか4000オールとかで決めたいですよね。なるほど、そうね、まあ、実際確かにポイントね、うん、あ、3個できた、3個できた、あれ、あの9ピン上がる、上がるか、上がらない、上がらない、上がらないよ。もう数アンコ1本絞、うん、あ、そしてリーチだ、そして中川天杯、しかも勘違いはチュン待ちにしなかった、チュン待ちにしないんだ。チュンは谷川アンコちょっと笑っている谷、見逃した瞬間にね、勘違いしてたで、よくあるよくあるってやつですよね。これ谷川アンコだ、勘違い積もったらどうするのかな。もう他人はよくはないけども全然しちゃえ、もう2ピン引け。いや2ピンあるよ、2ピンある、2枚。あ、さあ小川テンパイリアンソ、じゃあ勝負だ。リアンソめちゃくちゃ良くないですか。うん、これはもう勝負だね。そうでもンン、いやリアンソ全然良くない、良くないですか。固まってるパターン、リアンゾーがない、ウーソーが2枚持たれてる。じゃあウーソーが2枚あるとか、うん、で中川さんの勘違いは1枚、1枚いますね、1枚、一応1枚いる、はい、でも2対1でじゃあ小川の勝ちだね、今のところ。今のところでもこれ谷井さんが絶対カットインしてくると思うんで、カットインしよう、はい、2件リーチならつもりリーチできますか。めっちゃ引いてほしいな。いやでもなんかここで漫画上がってもあんまり意味ないから、うん、結局数アンコしか見てないんじゃないかな。数アンコしか見てないと思う。さあ谷井引けるのか、でも上がれないものなのか。何、あ、引いた、いや引いた、数アンコ谷井引いた、この表情、いやいや、まだ上がってる、まあ、十分これ見ていただけでもね、お客様今日良かったね、はい、どっちどっち、ちょうど仕事帰りの人もってるよ。どっちもいけいけ、どっちも2枚山、いけいけ、1ピンでもパーピンでも、しかもどっちもロンじゃない、どっちもロンじゃないし、うん、まあ、とりあえずこれはもうどっちか切るに決まってて、はい、リーチもしないでしょ、うん、はい、しないしないし、意味ないですもんね。え、 あリーチした、パーピン短期、自分であんま決めたくないってことかな、そのなんかダマ点で、え、よくわかんないけど、え、これ何、パーピン掴んだら地獄行きよ、中川、パーピン掴んだら地獄行きですね、パーピンの地獄だよ、
中川せっかく中川掴みかけた掴みかけた掴みかけた4位がみんなが掴みかけているいろいろ何かをねさあ一発でしまったなんかまあいいんじゃないなんかかっこいいけどさあ谷重文スダンコ短期リーチ角と重文ちゃんも今もう藤中阿部が大拍手よはい8,000、16,000、8,200、16,200とリープチ一発のスダンコ短期トップになったのなかなか見れないよトップまで届いてますしかもスタンスもねね50,000あいやギリギリギリまだ中川の方が上ですかねギリ中川16,000かぶったんだよねあでもリーボー2本出てんのかあそっかいやでも16,000かぶって53,000なんだけどじゃあちょっと届かないただいやリーボー2本出てるから他人の方がちょっと上でしょ54,000リーボー2本分、うん、小川と中川のリーボー2本分上ですね確かにはい麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますのでそちらもご覧ください。リーチ。